キノピオの心配をしろ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで12階に行きますか。さあ12階はどんな感じかなー。どんどんと埋まっていく。もうあとちょっとやね。何階までやったっけ ?14?15? なんかそれぐらいじゃなかった ?15 までか。はい、12階。ん?何?ピーチ?ビーチ?レストランフロア。ビーチかな?あ、ほら、怒りマークやけん。ビーチ、レストランステージ。なんか船が動き回りうる。じゃ、早く出て、早く。ん?あれ?ここに映っとるやつ全然現れてない。おうおうおう、待って。はい。いっしゃー。んで?なんなん。で、なんなん。え、別に何もない。あ、お化け!おぉ?なんだ急に。よいしょ。これって、おぉ、お化けを退治した数とか、何か、あ、図鑑的なものがあるんやっけ。ちょ、待てよ、おい。じゃなかったら別にね、おぉ。よいしょ。ん?明るくなった。もう明るくなったって言っても一時的にか。一通りエレベーターホールを調べた後、隣へ。何もなさそう。おー、すごい。ん?なんか、これお化けじゃない?人魚っぽい感じにしとるけど、お、中が覗ける。覗いたから何なんだろうか。別に何もないね。あ、これな、何?痛くはないけど。なんかあれ、左端なんかあるよ。船の障害物が扉を塞いでおるせいで、その先に進むことができなくなっておるの。まったくどうしてこんなところに船なんかあるんじゃ。さては、お化けの奴らに仕業じゃな。え、これモニュメントじゃないの?違うの?ところで、ルイージ君。すまんがすぐにベースラボに戻ってきてくれんか。実はちょっとトラブルが発生しての。まあ、詳しいことはベースラボで説明してやるぞい。さあ、分かったらとにかく戻ってこい。待っておるからの。急いでくれよ。なんだろうか。とりあえず、ベースラボに戻らんといかんのか。はい、戻ります。はい、戻ってきたー。あれ?もう一人のキノピオは?おう、待っておったぞ、ルイージ君。キノピオ二人助けたよね。どんどん増えていくわけじゃなくて入れ替わっていくの。ん?キノピオ君が一人いないじゃぞ?そうなんじゃ、トラブルとはそのことなんじゃよ。え、またさらわれたとかじゃないよね。事情を説明するとじゃな。実はわし、お化けウムをもっとパワーアップするための改造を思いついたのじゃ。そこで改造のために必要なパーツをすぐにキノピオ君に探しに行かせたと、そういうわけなのじゃ。なんでそんなことしてるのを自分で行けよ。じゃが、ルイージ君、まずはこれを見てくれんか。キノピオ君に持たすライブカメラの映像じゃ。何?どれ?早く。なんか余計な動きが多いな。え、キノピオあれなの?ピコピコ鳴る靴履いてんの。おう。おう。キノピオ目線。なになになにあれ。あ、それを取って戻ってこようとしよるってこと?襲われてますけど。じゃ、戻ってこれないんじゃないの?いかにもグーイージが通りそうな場所があった。おぉ。なに、頭かなんかにつけてる?ああ!カメラを落とし、これはじゃあリアルタイムではないの?いつの映像?キノピオ君はこの映像の場所でお化けに襲われ、そこで通信が途絶えてしまったのじゃ。いいかな、ルイージ君。
この映像を手がかりにして、ホテルのどこかにキノピオくんを見つけるんじゃ。そして、キノピオくんのことよりも何よりも、わしのためにパワーアップのパーツを持ち帰ってこい。何よりもじゃねえよ。わしの発明がかかっておるんじゃからの。こいつは重要ミッションじゃぞ。ふっふっ。それじゃあ行ってこい、ルイージくん。キノピオの心配をしろ。ショップでいろいろ必要なものを買って、いざキノピオ救出へ。キノピオが襲われよった場所は、多分ね、地下2階じゃないかなって思うんやけど、行ってきます。なんかあんな感じの場所あったよね。行きますか。地下2階、地下2階。まあ、とりあえず向かいましょう。はい。メンテナンスフロア。地下2階、なんか久々に行く気がする。あ、いいね。黄金の骨かける5っていうこの安心感。安心感、素晴らしき。はい、着いたー。ここの、どの辺かな？なんかいっぱい箱がなんだ、いっぱいいるぞ。でもなんか逃げてった。ああ！何もうやめてー、ほんと。でもこいつ。いいよっと。いや、マジでね、私、こいつの倒し方わからんのんやけど。いやー、やめてー。でもさ、そこ、塔が閉まったってことは、やっつけれるってことよね、こいつ。なんなんだ、どうやってやっつければいい、マジで。これで、いや、でも、バーストダメなんやね。痛い。わからぬ。これか？あ、これで浄化させるってことか。なるほどね。よいしょ。はい、来たー。ふぅ、ここに来てやっとわかったわ、やっつけ方が。さあ、どこに？ん？なんか暴れてる？え？何が暴れたの？お金？お金が暴れたの？今なんかおらんかった？気のせいか。気のせい。びっくりした。ちょ、待って、いっぱいいる、いっぱいいる。ちょ、待って。で、とりあえずお前はそのバケツを、ぬら、痛い。ちょい、待て。待て待て待て。よいしょ。あれ？そこにいたやつはどこ行った？おい。ああ！そこか。よし。あともう一匹いる？いるな。出てこいよ、おい。くっきねえ。早く。隠れんなよ、おい。これ何？なんか、あれ ?X ボタン出たかと思ったけど気のせいか？またなんかガタガタな、あ！くっ。待て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 。よし、オッケー。で、あと一匹いるよね。お前か。開けろよ、おい。てか最初にガタガタ鳴りよったのはやっぱりここにお化けたちがいるよっていうことやったんやね。どこや、おい。出てこいよ。いた。吸い込んでやるから出てこいよ。どこ？いた。おい。ちょい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 、早く。もしや別の場所に移動した？なんかそこが
なんか隠れとる間はこっちが何にもできんっていうのがね、普通にバチってやったら出てくるみたいなのあればいいのに。か、痛い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 。姿が見えるまで何もできないからな。もう君だけでしょ。仲間はみんないなくなったぞ。ふぅ。さあ、これで、どこか？めっちゃいっぱい出てきたー。でもさっきいっぱいお金使ったから、嬉しい。あ、ちょっと待って。ここ。は、あれあれー、ここの扉の先に進みたいんだけど、これはどうすればよろしいのかしら。邪魔なタンスをのけようとグーイージを出したり四苦八苦するが、答えは単純な方法の。ああ、そっか、これで。これで、引っ張ってのけるの。いいよ。破壊。めちゃくちゃ破壊。お金を儲けただけだった。この辺じゃない？さっき、キノピオがおったの。違う？私絶対この辺やと思ったんやけど。どうだろう？ん？なんかめっちゃ暴れてるけど。何？おうおうおう、びっくり。びっくり。これ何？なんかよくわからん。あ、でも、なんか、こう、二人で踏んだら、何かしら。よいしょ。出てきたよ。あ、これ二人で踏んで出しよってなったっけ？もうすでにそんな仕組みを忘れている私。あの奥の部屋からやってきたんよね。あ、ここじゃない？え、違う？ここ上がっていきよったとこじゃない？ん？違うのか？でも、多分これ。多分合ってる。はず。え、違うかな？ちょ、金色の雲。金色の雲。あ、ほら、なんかあっこ。ガタガタ鳴りよる。きっとキノピオがおるはずよ。ちょい待ってね。多分さっきの回転する道のところを、黄色のネズミもいる。そこを渡ってきて、で、ここに、いたー！キノピオ！グイージ消えそう。ヘイヘイ。え、キノピオどうする？どう行く？ついてこれるの？君。ついてこれるの？ちょっと待ってね。来れませんよね、やっぱり。あ、2匹もおるやん。ちょっと待って。よいしょー。キノピオはどこからどうやって？よいしょ。ふふー。おっかねー。これは取ったやつやったよね。いやね、取ったやつやね。キノピオはどうやって戻ればいいんかな？じゃ、その辺が。これで、水が止んだのはいいんやけど、ん？どこ行った？あ、ここから出てきた。え？どうすればいいんだ？どうキノピオをこっちに連れてくればいいんだろうか。キノピオを吸い付けることができた。ってことは、これで、その上に、飛ばす。あ、なるほど、そういうこと。おう、無事に見つかったようじゃの。さあ、キノピオくんをそこから連れ出すがよい。さて、ここからが本題じゃぞ。これ、二人でパワーアップのパーツを探すんじゃよ。ライブカメラの映像に映っておったから、どんなものかわかるな。よろしくな。
うん、もうどんなものか忘れたんだけど。忘れんなよ。はい、それじゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。